少しずつシャトルを打つのに慣れてきたところで、こんな企画を行いたいと思います。絆で勝負コンビ対抗ラリー対決。なんと、はい、これから一緒に活動していく上で絆がとても大事、うん、そこで今から2人1組のペアになって絆の力でできる限りラリーを続けていきます。はい、はい、どんなペアになるかはくじで決めたいんですが、はい、まあ、初心者がいるので、うん、まあ、初心者同士あのコンビになってしまうとちょっと不利ということで、うん、私黒木と黒木カニャ、カニャ、わっちゃんがくじを引いて、うんうん、ゆいぽんかかおりんかを選びます、はいはいはい、で最も多くラリーをつなげられたコンビにはご褒美があるそうなので、頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。なんだろう、ね、うん、なんだろう、食べ物かな、先生、先生、いやもうちょっとオフモード入ってるじゃないですかまだ出番ありますからね。ラリーをつなげる上でこう、はい、なんか大事なことって何ですかね。ラリーをつなげる上で大事なこと、うん、まあ、先ほども言ってるんですけれども、うん、やっぱりよく羽を見て、はい、よく動く、よく動く、うん、羽の下に入らなくちゃいけないということですね。足を動かして、足を動かして、そうですね、で落ち着いて、よく見て打つっていうところは意識してもらえばいいかなと、はい、はい、思います。はい、ありがとうございます、はい、じゃあまずはカニャからやっていきましょう。あら、はい、くじを引いてパートナーを選んでください。さあ、なるほど、誰が、あ、コーチがあ、なんか、あ、ありがとうございます。コーチが、なんか、オチが大きいなんか見ちゃったあ、まぜまぜしていいよ、大きい、髪が大きいそんなにてでんめっちゃ大きいよね、いいよね、てでん、前田かおりん、かおりんです。でか、前田、前田です、前田、お互い頑張ろうね。カニャのパートナーはかおりんになりました。じゃあ早速2人ラリーしてもらいましょうかね。よし、頑張ろうね。ゆっくりゆっくりゆっくり、頑張る、うん、柔らかくいくね、うん、あんまり緊張しない、しない、マジでね、ありがとうございます。高めに、そうですね、高めに。じゃあカニャとカオリンペア、はい、お願いします。よし、頑張るぞ。うん、あ、うん、おーおっとこれはやばい、1対1もう私は拍手をしてるけれどももう一回、すごい、そういうことじゃない、あ、そうだよ、いくよ、もうね、はい、それはちょっと、もう、ね、まあ、でもあのフォームは良かった、本当フォームは良かった、いや、最初のカニのピョンがすごく良くてびっくりしちゃいました。力加減分からなくなっちゃってさ、私でもあれは、はいとかね、やってなかった、はいってなった、これから、そうね、まあ、伸ばしていきます、伸びしろですよ、頑張ります、ありがとうございました、ありがとうございました。2回かな子は2回でした。頑張ります。私ももっと拾えるように頑張ります。それでは続いてわっちゃんにくじを引いていただきたいと思います。はい、うん、はい、お願いします。コーチの声、はい、はい、これってあのカオリンも入ってるんですか。あ、カオリン入ってるのかな、入ってる、さっきね、カオリンご褒美チャンス増えるよね、引いたらね、ほんとだ、じゃあこれにします。ドキドキ、せーの、ポン、中島、ゆいちゃん、中島、ゆいちゃん、お願いします。ちょっと2人で頑張ろう、頑張りましょう。じゃあこれはなかなか、頑張るしかないね、見せてくれるんじゃない、チームワークがいいのではないか、はい、中島が、中島が、中島、中島、じゃあ中島からいけるかな。それではわっちゃん、ゆいぽんペアの絆を見せていただきましょう。はい、頑張ろう、もなかったけど、もう一回行こうか、もう一回行こうか、もう一回行こうか、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、
いやでも本当どこに来るかわからないから、ね、定められるようになりたい次第でございます。5回でも5回行ったのは5回。でも結構早いラリーだったのに、うん、ちゃんと拾えてたからすごかった、うん、伸びしろがありますね。伸びしろがね、伸びしろやっぱあるんですよ。はい、チームワークもあります。ということで最後は、うん、あ、黒木のチャレンジです。くじを引いていきたいと思います。はい、あ、そっか、これみんなもうやったのか。そう、そうだね、一回だね、やってるね。誰が出るのか、誰が出るのか、誰が出るのか。ダダン、中島ー、中島ゆいこ、ごめんね、ごめんね、もう一回、もう一回お願いします。中島持つよ。え、超緊張しちゃう、頑張ります。頑張れ。じゃあ、お願いします。うわ、距離感難しい。はい、あ、ごめん。ユイポンと黒木のペアは8回です。やったー、めっちゃ疲れたね、8回しか打ってないのに、ありがとうございました。ありがとうございました。結構、うん、あのちょっとしか打ってないのに、うんうん、息が上がっちゃったけど、ね、うんうん、みんな意外に打ててたね、ほんとよかったんじゃないな。え、なになあれ、そんなこと。まあでも伸びしろはあったよね。そうね、見せつけられたから、コーチもきっと評価してくれるはず。ということで、最もラリーが続いたのは黒木中島ペアでした。わー、おめでとう。2人にはご褒美として、え、この前のお買い物で話題になっていたあの T シャツがプレゼントされます。これなんだ。嘘、嘘、えー、あとミッド、もうお揃い、けどもほんとだね、ザコミーシャツ可愛かった。可愛かった、ね、何戦隊、宇宙戦隊、宇宙戦隊、バドミントン、トントンが豚さんになってる、あー、そう、カニヤが ね、可愛い、似合うじゃん。贈呈してください。ペアルックですね。ペアルック、すごい見せて、温めくれてるよ。温めくれてる、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。やったー。そうね、あの練習に励んでください。私たちも3人で買う、なんか、そう、写真行こう。また機会がね、機会があればまたこれが、ね、そうだね、全員来て、全員、ね、全体組めるから、そしたら全員取りに行こう。そうしよう、ご褒美を、ご褒美ね。それくらい頑張りたいと思います。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。イエーイ。ということで、はい、バドミントンの打ち合いの、打ち合い、打ち合い、ラリーペアのラリー選手権コーナーでした。した、した。はい、ということで今回は日本一への第一歩としてラリーをしてみました。はい、結構難しい、難しかった、難しかった。なんか実際やってみたから、うん、なんか自分のダメなところとかがなんか見えてきたし、うんうんうん、コーチにもね助言をもらったから、うんうん、そうね、気づいたよね、うん、いろいろこれから、うん、そうだね、やっぱ打ってみて、うん、その体感っていうのは、うん、なんか結構体の軸が大切なのかもしれないなっていうことを思ったので、やっぱ柔軟するのも大事だし、走り込みもね、コーチが言ってたようにしなきゃいけないかもしれないと思いました。やることいっぱいね。小笠原コーチ、次の収録までにどんなことを練習してたらいいですかね。はい、まずは素振りをしておいてほしい。素振り、素振り、素振り、はい、はい、また家でもラケット触れる場所がなくても、うん、エアで手で、エアで、エアで、はい、なるほど、こうイメージして練習する、大事なので、できれば100回毎日やってほしいかなと思います。100回か、気持ちですね。まあそれぐらいやらないと頑張ります。そうだね、強くなれない。そうです。ぜひ頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さん。
これから私たちの成長にご期待ください。そして次はどんなことをするのか楽しみにしててね。はい、小笠原コーチ、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また次回も見てね。バイバイ。 バドミントンガールズ、引き続き応援よろしくお願いします。